はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は夏休みのお預かり保育ということで、年長さんのペンギンさんの方に入って一日年長さんのお友達と過ごしました。普段関わることが少ないんですけれども、年長さんすごい江連先生っていっぱい来てくれて、たくさんお話ができてとても嬉しかったです。でなんかちょっとすごい面白いなって思ったことがあって、あのフラッシュモブって皆さん知ってますか？なんか街中を突然歩いてた人たちがいきなり踊り出して、踊り終わったら何事もなかったかのように解散するっていうフラッシュモブっていうパフォーマンスがあるんですけど、なんか今日年長さんのお友達テレビでパプリカが流れ始めたら、こう自分の遊びをやめてパッてテレビの方に見てこうやって踊り出したんですよ、みんなで。で踊り終わったらこう自分の遊びにまたこう普通に踊っていく姿、もうまさにフラッシュモブだと思って、なんか年少さんとか年中さんでは結構そういう光景見るんですけど、なんか年長さんでもなんかフラッシュモブなんていうんですか、こうみんなで踊ったり歌ったりすごい楽しそうにやってる姿を見て、すごい面白いなと思って楽しい一日に朝からなれました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。